カブラ川用水は群馬県南西部の下仁田町、富岡市、神羅町、高崎市、藤岡市に用水を供給する用水路である。カブラ川土地改良区が組合員から付加金を徴収し管理運営している。国営カブラ川農業水理事業により1959年から1970年にかけて施行され、日本の国営幹線と2つの調水地、 それに付属する群馬県営施設幹線を建設した。利根川の支流から須川の支流かぶら川の、また支流の南北川のセミの谷付近の南北東市港から取水し、国営南1号幹線水路で富岡市の大塩湖へ同水、さらに国営南2号幹線水路で藤岡市と高崎市にまたがる竹沼へと共に地下の導水管で送水している。 これに付設された県営施設幹線を通して約1400ヘクタールの農地に農業用水を供給している。富岡北部幹線と富岡南部幹線は、かぶら川の支流であるの上川からも大口投資校より取水している。また、この用水は富岡市、神楽町、高崎市の上水道にも使用している。ありがとうございます。